ホワイトは抜くと決まってんの。私ガッシュ乗せちゃうの。で、これって邪道って言われんの。ホワイトを乗せないでっていうのが水彩画の基本。だから例えばこう雲のとこのハイライトとかみんな抜いてくわけ。私はこのホワイトを乗せてるわ。で、それはね、よくね、よくこう平気でホワイト乗せるねって言われる。だから賛否両論。でも。これだけ厚塗りするとやっぱりホワイトを乗せた方が合うよね。抜きでは無理だから、その辺が水彩をやる人に賛否両論ある。私のやり方